はい、皆さんこんばんは、洗面器です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日は洋風晩酌っていうことでね、カツカレーと豚ヒレのローストポーク、こちらでね晩酌やっていきたいと思います。これカレーはねボンカレーなんですけども、賞味期限切れてまして、なんでもう食べてしまおうかなと思って、ちょうどあのローストポークね半額で買えたんで、まあ洋風な感じの晩酌でちょうどいいかなっていうことで、今日はこういう形になりました。では、飲み物から。飲み物はまたいつもの朝日さんの、ドライゼロ、これでいきたいと思います。あ、どうしよう、違うのを出そうかな。ドライゼロでもいいか。もう一本ね、一応ねキリンさんの氷冷も用意してあるんですけども、どっちがいいですかね。ドライゼロと氷冷とどっちが合うかな。氷冷でいってみましょうかね。ね、昨日ドライゼロ飲んだんで、じゃあ今日はね氷冷いってみましょう。よいしょ。じゃあ氷冷プチッと開けて、こうカツにはこうさっぱりレモンが合うかなと思って、で焼酎、中身は大五郎入ってます。よいしょ。中身は大五郎入ってます。大五郎師匠、こうね、私こうノンアルに毎回言ってますけども、ノンアルにね焼酎入れて飲むスタイルで晩酌いつもやってます。ではこんな感じでシュワ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 ですよ。では今日も皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼してね、いただきたいと思います。ではシュワシュワで乾杯、いただきます。お風呂も入ってさっぱりして、シュワシュワが美味しいっすよ、本当に。じゃあおかわりね、おかわり作って、もうこれで簡単にね、もうレモンハイになっちゃうんでね、簡単でいいと思いますよ。炭酸水にレモンとか入れる必要ないんで、もうね炭酸水にレモン入ってるんだよね、ノンアルのシチリア産レモンなんで。ではこれはね一回ちょっと置いておきたいと思います。ではまずはカツカレーね。これカツカレーですけども、ご飯は入ってないです。ご飯なくてカレーとカツとキャベツだけですね。みんなお惣菜、スーパーのお惣菜のカツです。これは自分で揚げたやつじゃないですね。でカレーは、さっきも言いましたけどもボンカレー、こちらボンカレーゴールド、これのね賞味期限がね見えるかな、2019年の11月の27日、もう結構過ぎてたんでね、まあレトルトなんで大丈夫だと思うんですけども、食べちゃおうかなと思うことね、今日はこれにしました。でカロリーが1袋1人前あたり158キロカロリーになってますね。ボンカレーね、ボンカレーのカツカレーです。でね、今回はまあ普通のソースも用意したんですけども、こちらねペヤングさんと正田醤油さんっていうんですかね、激辛ソースっていうのがねちょコンビニで売ってたんで買ってみました。肉料理、魚料理、卵料理、揚げ物、チャーハン、カレーね、パスタ、ラーメン、やっこ、まあいろいろね使えますよって書いてあるんですけども、これちょっとね味見してみたら、ペヤングさんの激辛焼きそば、あれのソースに味似てますね。なんでこうソースの合うような料理じゃないと厳しいかなっていうことで、焼きそばとか、あとまあたこ焼きとかお好み焼きとかで、まあこういうカツもねソースでまあ食べるんでね、カツにもこう激辛ソース合うんじゃないかと思って、今日はねこれでいただいてみたいと思います。まずちょっとね
あーどうしよう、ちょっとこっちのちっちゃいやついこうかな。こっちのちっちゃいやつにこう軽くかけて、よいしょ、このくらい、このくらいかけましたね、ちょっとだけで。せっかくなんでカツカレーにしたいんでね、カツとカレーとこう一緒にこう、あちょっと大きいかな、ちょっと切ろうかな、ちょっと大きいかもしれないですね、一口だと。よいしょ、これでこの激辛ソースのカツ、カツカレーで、ちょっと断面をお見せしたいんですけども、断面ちょっと難しいな。ではいただきます。うんうんうん、あもっとかけてもいいな、これカレーのソースと一緒なんで、一緒に食べてるんで、もうちょっとがっつりかけてもいいかもしれないですね。これソースだけで舐めたらかなり辛かったんですけども、こうやって食べるとそうでもないですね。ではもう一回ね、断面、断面カレーでわかんないですね、なんだか。では激辛かけた激辛ソースのカツカレーいただきます。うんうん、このくらいかけると結構辛い感じしますね。美味しいですね、この激辛のソース。うん、この激辛ソース、またペヤングさんの激辛の焼きそばにかけて食べてみたいですけどもね、どんな感じになるんだか。まだ売ってるかな、うん。ではお次は、まあいつもの野菜サラダね、野菜サラダ、またいつもの利権さんの癖になるうま塩、これでね、よいしょ。で、またいつものエバラさんの玉ねぎのタレ、これでちょっとこっちをね軽くかけて、よいしょ。ではまあいつものねパターンですけども、これでいただきたいと思います。サラダは生協さんのレモンペッパーのサラダチキンですね、サラダチキン、うん。ではトマトから、トマトからいただきます。うん、この組み合わせ美味しいな。おっと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 、じゃあサラダちょっと量あるな。ではいただきます。うんうん、新玉ねぎなんで辛くなくてね、美味しいですよね。うん、皆さんも新玉ねぎ食べてますか？うん、うん、ね、新玉ねぎ、春キャベツはまだ売ってないのかな、どうなんだろう、ちょっと見かけてない気するんですけども。ではシュワシュワ、あドレッシング入っちゃった。じゃあシュワシュワね、もう一回おかわり作って、よいしょ、ね、大五郎、中身大五郎師匠、よいしょ。これでまた軽くかき混ぜて、一回またね置いときたいと思います。ではどうしよう、お次は、あーこれ食べてみようかな、よいしょ。
これ豚ヒレのローストポークだそうです。ね、カロリーがね 100g で 136kcal ってなってました。でこれ全部で 150g あるんで、あとでカロリーは計算してね、出したいと思いますけども、あんまり豚ヒレのローストポークってあんまり効かないですよね。豚ヒレね、油少ないんでカロリーもねそんな高くならないと思うんで、いいですよね。半額だったんで、これで半額でね300円くらいかな、だったんで買ってみました。ではこれはね、だし醤油とわさびでいただきたいと思います。あ、薬味がね、ちょっと待ってください。薬味新玉ねぎ、またこれ切ってきたんで、薬味新玉ねぎの薬味を少しと、でこの豚ヒレ2枚くらいいってみようか。豚ヒレのローストポーク、よいしょ、こんな感じで、ね、わさびつけてね。本当はニンニクのすりおろしも欲しかったんですけども、またねちょっとねニンニク臭くなっちゃうとちょっと明日また困っちゃうんで、迷惑かけちゃうんでね、周りに。ではこれでいってみたいと思います。いただきます。あ、おいしい。結構ね厚みありますよ、ほら、わかりますかね、3ミリくらい厚みありますね。結構ボリュームある感じで厚みあって、またね、ローストビーフとまた違う感じで、ちょっとこうねあっさりめですけども、やっぱりお肉の旨味がありますよ。あ、おいしい。あ、わさびによく合う。ではこれね、ワインを合わせてみたいと思います。赤ワイン、スパイシーで濃厚な旨味の原点、これカルメネールっていう品種を使ったナティバっていうね赤ワインですね。これをちょっとね合わせてみたいと思います。よいしょ、まあ、ローストビーフの方が赤ワインに合うんじゃないかと思うんですけども、まあポークでもねお肉なんで合うと思います。あ、氷入れようかな。ちょっと氷を、あまりワインに氷入れたりしないんでしょうけども、ちょっとね氷入れてこう量を増やしてね私かさ増しとか大好きなんで。ではこれでいただきます。全然合いますよ、ローストポークでも全然合います。あんまり渋くなくて美味しいですね。私この赤ワイン割と好きで時々買うんですけども、そんな渋くなくて甘すぎなくてちょうどいい感じ、飲みやすい感じですね。ではじゃあここで今度はポテトサラダ、今日ね洋風な晩酌なんでサラダはねポテサラ用意しました。でポテサラに私とんかつソースかけて食べるの好きなんで、ポテサラにはとんかつソースかけます。激辛ソースはちょっとね合わないかなと思うんで、さすがにとんかつソースをちょっとこうかけてね、ポテサラにとんかつソースかけて食べると本当美味しいんでね、居酒屋さんなんかでねポテサラね、メニューにあったらねポテサラ頼んでこのとんかつソースかけて食べるの、私ね前東京にいた頃はねよく飲み屋さん一人で飲み歩いてね、居酒屋さんとか
ポテサラあるとね、こういう感じでとんかつソースかけてね、よく食べたもんですけども。ではいただきます。うん、これがうまいんですよ、本当に。じゃあこれもシュワシュワでね、ではじゃあお次はまた果物、これデコポンじゃないや、イオカンか。今日ねスーパー行ったらあのデコポンの安いやつあったんで、ちょっとデコポンと勘違いしましたけども、デコポンも今日ね1個120円くらいだったかな。ちょっとあんまり小ぶりで、そんなに上等な感じのデコポンじゃなかったんですけどもね、安かったんで買ってきました。でこちらはイオカンですね、イオカン。リンゴも安かったんでね、リンゴも買ってきたんですけども、これ昨日手つけたやつ半分残ってたんで、今日はこれをいただきたいと思います。うん、皮がちょっと硬いんでね。では、ミニゴロ、あ、ミニゴロじゃない、大ゴロね。大ゴロをちょっと注いで、でウイスキー、ウイスキーはカナディアンクラブ、今週はねカナディアンクラブ飲んでます。あー、これカナディアンクラブ飲んだらまた次は今度スコッチにしようかな、どうしようね。バーボンばっかり、あ、これはバーボンじゃないですけどもね、あのカナダのウイスキーなんでバーボン多かったんでね、スコッチ最近あんま飲んでなかったんで、次スコッチ買おうかな、どうしよう。まあ予定は未定ですけどもね。では大五郎にね、カナディアンクラブ入れたやついただきます。うん、うん、果物のこのね柑橘系の果物の香りとやっぱりウイスキーのこの香りよく合うんでね、うん、うん、やっぱ美味しいですよ、うん。では、うん、またカレーね、カレー、またペヤングさんのこのね激辛ソースをカレーに直接混ぜたらどうなるか、ちょっとね、まあこれボンカレーの中辛ね、ボンカレーの中辛なんで、カレー自体はねそんな辛くないんでね、これにこの激辛ソースをちょっとこう混ぜてね、どんな感じになるか、これでちょっといただいてみたいと思います。いただきます。うん、あー、まあまあ辛くなりましたけども、リーの10倍より全然辛くないです。なんだろう、ちょっとこうちょっと辛めのカレーぐらいの感じですね。な、激辛、私ね激辛大好き人間なんで、私が言ってるのは真に受けて、辛いの苦手な方がね同じことしたらねちょっと辛いかもしれないですけども、まあ、そこまでねわ辛いなってわけではないです。うん、いや美味しいですねこれ。なんか他にいろいろ使い道ないかな。ちょっとねまたカツをちょっとこう切って、よいしょ、カツを切って、やっぱりカツにね、カツに激辛ソースをこうたっぷりかける、よいしょ、たっぷりかけてね、このぐらいたっぷりかけて、これでねカレーと一緒に、よいしょ、あー、こう断面、お肉の断面こんな感じですよね。
これでちょっとね、いただいてみたいと思います。いただきます。ちょうどいいくらいの辛さですね。ソース自体をね、直接舐めるとかなり辛い感じしますけど、こういうのにね、お肉とかカレーとかにかけて食べる分にはそこまで激辛って感じじゃないですね。ちょうどいいぐらいの辛さになりますよ。辛いの好きな方だったらね、ちょうどいいぐらいの辛さだと思います。ではあとはね、動画かアニメか見ながらまた晩酌続きやっていきたいと思います。では今日も最後までね、ご視聴していただきましてありがとうございました。また明日動画ね、編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。たまにはこういう晩酌もいいですね。美味しかったです。じゃああとはね、ゆっくり晩酌続きやっていきたいと思います。